はい、どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日なんですが、こちら CNC を引っ越ししたいと思います。はい、なんで引っ越ししますかと言いますと、以前今年の目標はマシニングを買うことだというふうにですね言っていたと思うんですが、そちら目標達成できました。はい、マシニング買いました。というわけでですね、マシニング来たんですよ。来たんですけれども、ここに来たわけではないと。はい、ここに来たわけではないので、この CNC をマシニングが置いてあるところに移動したいなと思います。はい、ちょっと距離がありますのでね、移動したいと思います。なんでかって言いますと、まあこういうね、まあこれは OSG さんの、エンドミルですが、 OSG さんのエンドミルに限らずですね、ドリル、別のメーカーさんのエンドミル、ドリル等々ここの中にねありますので、刃物をね、これ専用のものと、マシニング専用のものと分けるとですね、非常にコストがかかるし、まあ、あの1本がこっちにあったのにあっちで使いたいみたいなことになるとめんどくさいじゃないですか。というわけで、まあ、同じ工具を使うということで、同じ場所で使いたいなということで、こいつは引っ越ししたいと思います。はい、はい、というわけで別の場所にマシニングがありまして、そちらの方に CNC を移動してまいりました。はい、でマシニングの方ね、皆さん気になるかと思いますが、また次の動画でね、マシニングの搬入の様子をね、お伝えしたいなと思います。はい、というわけでこちらスペースが非常に空きました。というわけで、まあ、ここら辺のレイアウトをちょっと変更したいなと思います。はい、熱い。はい、やっていきます。はい、というわけで片付けいたしました。はい、どうでしょうか。ここね、CNC があったところ、パソコンがあったところなんですけど、 3D プリンターゾーンとしてみました。 3D プリンター、これまでですね、結構端っこの結構日当たりのいいね、割とあんまり良くないところに置いてたんですけど、まあ、CNC 優先だったんで CNC 優先でやってたんですけど、まあ、工房の方は 3D プリンターの方もちょっとね充実、やりやすい形にね今なったという感じになっております。はい、これとか前ね、前紹介しました、これ工具系のね、ワゴン、この裏側がねまだガラガラなんで、こっちに 3D プリンター関係の工具とか、まあそういう消耗品は置かなくていいか、まあ工具とかを置いたらいいかなみたいな感じで、いい感じにね表裏使えそうな雰囲気が出てきたと。はい、でまあ3D プリンターの備品などなど、はい、ピラメントたくさんあります。ピラメントこんなにたくさんあるのはなんでかっていうとですね、 3D プリンターでやりたい企画があるということで用意してるんですが、今非常にバタバタしている、はい、言い訳でございますが、まあというわけでですね、ここら辺の企画もやりたくてピラメントたくさん用意してます。はい、いやーしかし暑い、めちゃくちゃ暑い。はい、ちょっとね細かいところを見ていきましょうかね。はい、こちら、まあこちらはね意図したわけではないんですけど、クリエリティゾーンになりました。はい、クリエリティのエンダーセブンとクリエリティの CR30、はい、となっております。カバー取られてこんななりしておりますが、現在もね順調に稼働しております。はい、これね CR30 ね、エンダーセブンで作りました。はい、まあ、こんな感じの向きでね造形したんですが、非常にクオリティ高い、非常にねクオリティ高い、いい感じにね造形できているんで、エンダーセブンはねゴリゴリ現役で活躍しております。はい、非常に調子がいい、結構ね綺麗に造形できますよね。はい、でね、なぜそんなことを言ったかっていうと、今この CR33 壊れてます。壊れとるんかいっていうね、壊れてるんですよ、ほんまに。
急に動かなくなったんですよね。ここがブルーアウトっていうんですかね、通電はしててブルーの発色はしてるんだけど何も操作できないみたいな感じになって壊れました。でこのこれ提供案件でいただいた 3D プリンターなんですが、その提供してくれたクリエイティさんの担当者の方が、退職されてしまったということで、その連絡をね、連絡をするところがなくなってしまったんで、ああこれは積んだかなと思って、 CR33 も破棄処分かなと思って積んだかなと思ったんですが、クリエイティ系の機体はですね、サンステラさんが日本でね代理店やっているということで、ちょっとダメ元でサンステラさんにちょっとどうして壊れたんかとか、交換部品とか買えませんかね、購入できませんかねみたいな相談をしたところですね、サンステラさんがクリエイティの方に対応してくれて、基板が壊れてるんじゃねえかっつって替えの基板を送っていただきまして、治ったかに見えたんですが、ちゃんと操作はできるようになりました、よかったよかったというふうな感じになったかと思いきやですね、まあ XYZ 全部の軸が動きます、ヒートベッド温まりますまではよかったんですが、ヘッドがね、温まりませんみたいな感じだったんですよ。ほや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 ということで、はい、ちょっとやる気がなくなって放置してるんですが、まあそのうち直そうかな、直すよ、ね。もうね、壊れるまではね便利だな、いいなっていう感じなんですけどね、 3D プリンターっていうのはね、壊れると途端にやる気がねなくなってしまう、うん、ちょっと ほったらかしてます。はい、そんな状況です。はいはい、まあそんな愚痴はいいんですが、これ見てください、私が作りました、5キロフィラメント用のスタンドでございます。5キロフィラメントってね便利なんですけど、スタンドないんで非常に苦労するということでですね、スタンド作りました。ここにもあります。はい、こんな感じでね、はい、ベアリングがねここに入っておることによってですね、スムーズに回るスタンドを設計しております。はい、さっきの黄色いやつもこの青いやつも試作品で、こちらにねこんな感じでフィラメント防湿ボックスに入った、5キロフィラメント用スタンドがここにありますと、はい、こんな感じでございますね。ベアリングでねある必要は全くないんだけれども、まあ自己満足でベアリングにしたという感じです。はい、こういう感じで差し込むと、はいはい、これ防湿ケース完全にね入ってないでしょ、入ってないんですが、こんな感じでですね、蓋ともう一個の防湿ケースを合体させることによって防湿ケースの形をね、なんとか作ったという感じになります。まあこの中に乾燥剤とかを入れてですね、5キロフィラメントの防湿対策という感じにしようかなと思います。まあ、なんせねもう暑いし湿気がすごいでしょ、湿気がすごいとフィラメントってねすぐねダメになるんでね、よくあるねこういう感じの付属している袋に入れて乾燥剤でも、まあある程度のね防湿効果はあるんですけど、まあ湿気通しちゃうんですよねこのビニール系ってね。はい、なので本気で防湿するならこういう、まあ、アルミパックというか、あの湿気を通さないやつが必要です。はい、本気でやるならね PLA1 キロならねビニールでもいいかなとは思いますけどね、使い切っちゃうから湿気る前にいいとは思うんですが、 PA とか PC とかね湿気やすいやつはねこういうのを使った方がいいと思います。そして、こちら、まあ、防湿関係でねついでで言っていきたいなと思うところとしてですね、乾燥機ですね。はい、フードドライヤー、ちょうどねフィラメントがねご覧のように入るということで、まあ、これで乾燥させてます。はい、30度から70度までの設定がありまして、まあ、スイッチ入れて、まあ、温度設定して、なおかつまあ、ここでタイマーをねセットして何時間回すみたいなことをやれば、これちなみに別売りですけどね、 こいつにタイマー機能ないです。はい、これはタイマーを別で買ってますっていうことをすれば、湿気てしまったフィラメントも復活させることができると、ある程度。はい、もう一個フィラメント入れようと思ったら入れる必要があるのかどうかは分かんないですけど、はい、っていうような感じで開封して湿気てしまったとか湿気てしまいそうな感じのフィラメントをの湿気を除湿するねボックス、私こんな感じで使っております。はい、でこちら
こちらもね、あの防湿ボックスですね。湿気をできるだけ隔離できるようにということで、こういう箱の中に入れて印刷しておりますと。はい、これに乾燥機能はなくてですね、まあ極力湿気を吸う機会を減らすためのボックス。はい、はい、でボックスはこんな感じでね、たくさん作っております。ちなみにこのボックス、麦茶さんが、データをね公開しております。そしてですね、この前麦茶さんが遊びに来てくれたんですよ。はい、あの動画にはなっておりませんが、でこれベアリング仕様のね、このケースのやつもね、あのプレゼントでもらいました。はい、そのうち組んでみようと思いますが、ケースがねまだないんでね、とりあえずまだこのまま。はい、はい、これを私が作ったやつ、サイズが全然違うでしょ。これ1キロ用、これ5キロ用です。はい、というわけでですね、私がなんで最近湿気に対してね、やたらとうるさくなったかといいますとですね、 TD の XCF Pro で、まあ、PA カーボンとか PC カーボンとかを印刷するようになったからなんですけども、 PA がめちゃくちゃ湿気やすい、もうめちゃくちゃ湿気やすいんですよ。 XCF Pro の付属品で入ってたサンプルフィラメント PACF なんですが、これもうめちゃくちゃ湿気てます。PA はマジで油断するとすぐ湿気て、フィラメント、まあ湿気てね、別に湿気ても別に普通に印刷できるわって言うならいいんですけど、湿気るとね、もう発泡しちゃってね、印刷マジでうまくいかないですよ。はい、というわけで私、最近湿気に対してね、非常にシビアになっております。CR30 の修理をお手伝いいただきましたサンステラさんにですね、まあこんなものをね、いただきました。はい、こちら。こちら。フィラメント乾燥機となっております。はい、先ほどね紹介いたしましたフィラメント乾燥機にしたフードドライヤーとか、防湿ボックスとか、ありましたが、まあこの1個でそれらを叶えてしまうというようなアイテムとなっております。というのも、ここにね底面にヒーターがあります。上面にヒーターがあります。360度の方向から加熱することによって、フィラメント内部の湿気を蒸発させるというような構造のようです。はい、見た感じ中の空気を入れ替えるようなファンとかはないので加熱のみとなっております。はい、そしてフィラメントをご覧のようにインしまして通しますと、はい、で閉じますと、すると中にローラーが入ってますので、こんな感じでフィラメントを引っ張って印刷することが可能ですよという感じです。はい、湿気やすいフィラメントなんかは加熱しながら印刷しておけば、まあ印刷終わった時にも湿気てないので、そのままアルミのね袋とかにねパックして、やっておけば、印刷後乾燥させてパックするとかいうね、そういう段取りが減っていいんじゃないのかなと思います。はい、では使い方やっていきたいと思います。はい、こちらね電源を後ろにつなぎまして、はい、電源をつなぎますと、ここにねオンオフボタンが出てきますので、このオンオフボタンをダブルクリックすると、あれ、はい、ダブルクリックすると出てきます。現在のこの箱の中の温度、そして目標温度、乾燥時間、残り6時間ぐらい乾燥させるよと、マテリアル PA になっておりますと、PLA とか選べますという感じです。LED オンオフ、まあこれのことだと思います。はい、非常にシンプルな画面構成と、あ、ここ、現在の湿度、はい、出てます。46%? ほんまかいな。はい、部屋のね湿度計見ると42%だったんで、まあまあおおむねそんなもんなんだろうと思います。はい、でセットボタンと矢印ボタン、オンオフボタンがありまして、セットボタンを押しますと点滅します。はい、ここでいじると、これ現在温度だから、あ、はい、単位が変わるということですね。はい、まあこっちですよね、日本人はね。はい、そして目標温度もこんな感じで上げ下げできますと、まあ、70度にしたいんやったら上上げて70度にしたりとか、自分でねある程度セッティングできると、はい、もう一回セットを押すと下にカーソルが移動してタイムをいじれるということですね。はい、そしてマテリアルのセット、ABS、TPU、PETIGPLA などなど、PC などなど選べると、
はい、ABS の場合55度だよみたいな感じでね、まあ、ここら辺のセッティングが切り替わってくるので、 ABS の乾燥の温度と時間ってどれぐらいなんやろう、 PLA はどうなんやろうとかっていうのを調べなくていいと思う、この中に入っているということでですね、簡単にね素材に合わせた条件が出てくると、あとはまあ微調整でちょっと長めにやっとこうとか、ちょっと時間ないから短めにやっとこうとかっていうのをやればいいかなと思います。非常にね簡単な操作性だと思いました。はい、あ、そう、当たり前っちゃ当たり前ですけど、タイマーがあるということでですね、私自分で、フードドライヤーを使って乾燥しているのにはコンセントタイマーを使ってやってるんですけど、まあ、このパッケージでもうタイマーもついているということで、非常にコンパクトなパッケージで、まあ、もろもろ必要な機能が載っているという感じでね、非常に好感度の高い機材かなと思います。はい、というわけでね、夏も湿気対策ということでね、ちょっとだけ解説いたしました。はい、めちゃくちゃ気をつけた方がいいと思います。特に高いエンジニアリングプラスチック系はね、湿気やすいもの多いということでですね、気をつけた方がいいと思います。そしてね、買うフィラメントも気をつけた方がいいよという点で、こちら サンステラさんね、ポリメーカーというメーカーのフィラメントも扱ってらっしゃるんですが、このポリメーカーマジでおすすめ。はい、ここの手元にありますのはナイロンフィラメント、はい、PA ですね。 PA 敷きやすいという話しましたね。はい、でこのフィラメントは PC フィラメントです。これもね、まあ、比較的敷きやすい方、まあ、PA はバチバチ敷けますけどね。はい、何がいいってね、湿気やすいからということで、アルミの、ジップロックにすでに入っているという点、めちゃくちゃいいと思います。はい、これ PC、アルミのジップロックに入っておりました。そして、こちら、PA、こちらもね、もちろん、はい、アルミのジップロックに入っている、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいというのも、私、経験談なんですが、PACF フィラメントを買いました。普通のあのクリアの、あのねクリアのジップロックに入っていた PACF フィラメントを買いましたら、新品時点でめちゃくちゃ湿気てました。はい、PACF 非常に高価なフィラメントであるがゆえに在庫を温めやすいです。そしてその在庫が空調管理されたところにあるとは限りません。買いました、湿気てます、印刷します、不良品の山ができました。新品だと思っているから湿気ているとは思っていません。念のために乾燥してみたら、乾燥させてみたら湿気てたから、印刷がうまくできるようになりましたみたいな、非常に無駄な、ね、時間を、ね、費やしたりした経験があるので、ポリメーカーさんの最初からアルミパックに入ってるっていうのは非常に熱いです。はいはい、なので新品時点でフィラメントが湿気ている可能性が非常に低いメーカー、ポリメーカーおすすめです。そして加えてこれを開封した時点でどんどん湿気が進むということで、開封した瞬間にこれに入れて、温度を設定して、これで印刷しとけば湿気に悩まされるタイミングが非常に少なくて済むと。はい、まあ、PLA とかやったらね、そんなに言うほど気にするほどのね湿気対策必要ないかもしれませんけどね、その1キロフィラメントぐらいなら、はい、湿気の前に使い切ってしまうことの方が多い私の場合はね。ただ PA とかね PC とかね、湿気やすいフィラメントはね、フィラメント選んだ方がいいよ、吸湿対策した方がいいよということになっております。はい、皆さんもね参考にしてみてください。はい、というわけでね、次回の動画では私が購入したマシニングの搬入とか、そこら辺の動画が出てくるはずですのでお楽しみください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。